こんにちは、登坂淳一です。今日も YouTube ご覧いただきありがとうございます。さて、今日は、こういう格好なのできっとあれですあれですね。はい、ちょっと、はい、原稿を読んでいただきたいんですけど。原稿、これまで多分いろいろたくさんの原稿を読まれてきたと思うんですけど、はい、スタッフも、多分これからも若返りというか、若い人が書いた原稿を急遽読むっていう機会も多くなると思うので、あるかな OK、 これそうですね、確かに急遽渡されたと思って、はい、ちょっとやってみると。わかりました、はい、じゃあ新しいものがツッコミで入ってきたという想定で、はい、はい、やってみましょう。はい、じゃあいきます。はい、お願いします。ではお伝えします。少々お待ちください。伊藤売れ伊藤売り天気あのですね、まずですね、ちょっといいですか。これ文字なのか文字じゃないのかっていうところがございまして、これの例えばですね、月曜あと東京、その後にカタカナのレみたいなのがあるんですよ。レでよで久しい、その後のこのこれは何ですか、この記号みたいな、これは何ですか、これは何のマークですか、絵文字ですか。トールさん伝えてください。あ、今ですね、そうですねはい、わかりました。それではお伝えします。天気です。月曜日東京は穏やかな天気が広がりそうです。そして、日曜日は寒そうですね、少し日曜日よりかな、なんかこれは、気温もですね差がちょっとありそう、要は月曜日は日曜日よりも少し気温が、寒く感じられそうだというようなことなんでしょうか。朝日がなんか強くて、これはちょっと服選びに注意が必要だというようなことなのかなというふうに思います。そして、また日傘よりですね、日傘、これは海に行く場合ですかね、日傘を持って行った方がいいというようなことなんでしょうか。またそして、雨あるいは雷の予報もあるので、雨具も忘れない方がいい、つまり晴雨兼用がいいということなんでしょうか。ギャル語ニュースバージョンみたいなんですが、はい、でもギャル語って言われて、ギャルって、ギャルっていうのはどなたのことたちを言ってるんですか。若い人たちがみんなギャルってわけじゃないじゃないですか。そうですね。ね、で本当にこれって使っ、これが例えばみんなスマホでパーッと LINE とかで送るときにこうやって書いているのか、これは話しているものを文字に起こしたらこうなりますよってことなのか。これが、はい、原文こちらなんですけど、ちょっと照らし合わせていただくと。なるほど。では今私がギャル語バージョンとなっていたものをもう一度。続いてお天気です。月曜日の東京は久しぶりに穏やかな天気が広がります。日中は寒さは控えめで、日差しのぬくもりを感じられそうです。ただ朝晩は強く冷え込むため、服装選びに注意してください。北日本では日本海側を中心に雨や雷の予報です。雨具を忘れずにお出かけください。ある種の暗号よくありますよね。ビジネルなんとか暗号とか、数字だけ書いてこうアルファベットとこう合わせると情報ね、その伝えられるとかあるじゃないですか。ほぼそれに、ただ文字でなんとなく、でもなんとなくニュアンスはつかめてましたよね。そうです、はい、北日本っていうのがちょっと分かんなかったんですよ、はい、このパーツで、はい、作っているというか、例えば続いての最初の糸と触れるっていう字で、ちょっと離れてるから一文字のように見えるけど、はい、これはまあ二文字のように見えるけど、実は一個だとか、はい、続いての、
なんでお天気のおが小さくなるか、この普通なんか小文字にするっていうのは、はい、例えば小、小とかね、し、ゆ、よ、うとかの、はい、そういう間に入る文字だけど、はい、お天気のおは文字サイズは大きくてよくないですか、なぜ大きなぜ小さくなるのか、可愛いからです。あ、そうか、これはそのなんか続いてお天気ですっていう風にこう書いてあるよりも、こう見えた方がちょっと気持ちがウキウキする、可愛い、本当本当ですか、ね、はい。で月曜日アット東京は、これはアットマーク場所、アットマークの後ってよくまあ普通に今ではね使うから、なんとなくこれは分かりますけど、これはその原文を見てもらうと、月曜日、はい、で東京の間ってこれ のになってるんですよね。の、ああ月曜の東京のの代わりがアットマークそういう使い方する、なるほど、月曜アット東京は月曜の東京、そうか、これはもう完全にあの記号とかも文字に 見るとこう見えるよねっていうのをみんな分かってて、それで使ってる、はい、なるほど。これを踏まえて、まあはい、多分なんとなく分かったと思うので、雰囲気はね、はい、雰囲気は分かりましたね、はい、もう読めるんじゃないかと、あ、ことで、もうこれでやっぱり25年もやってんだから、はい、いいんだろうといやすごいかも、これ面白いね、ちょっと待ってみましょう、はい、じゃあ次の、はい、じゃあお願いします、はい、お願いしますいやちょっと難易度が上がってるよね、これ上がってますけど、これなんとなくなんとなくじゃないけど、まあ、僕のことが書いてあるっていうのは分かります。で、フリーアナウンサーの登坂淳一さんが、8日、自身の YouTube チャンネルで妻の妊娠を発表しました。このこのですね、これは多分春に、この春に出産予定だということです。登坂氏は、あ、これはまあ登坂氏のコメントですね。登坂氏は、自分の人生で子供を持てるかどうか、持ちたいなと思ったことは若い頃はありましたけれど、そういう機会に恵まれて、ありがたいなと思っていますというふうに心境を話しています。登坂淳一氏は、1997年に NHK に入局、東京アナウンス室で、NHK ニュースおはよう日本、正午ニュースや国会中継などを担当、マロの愛称で親しまれ、2018年に1月に NHK を退局、ホリプロ所属のフリーアナウンサー、現在は BS 富士のニュースや BS テレビ東京のザ名門校などにレギュラー出演しています。最後ちょっと分かんないですよね、2000このですね IQ 年4月から、なんとなくこう、僕大学の時の第二外国語中国語だったんですけど、なんかあの中国語の文字にありそうなものはあるんですけど、なんかこの最後の行がちょっと よくわからないのですが、レギュラー出演していますということです。はい、正解はこちらでした。正解はこちら。最初、は最初のところは、まあもう自分のことなので分かる、はい、分かったっていうフリーアナウンサーの、しかしこのまずフリーというこの文字が、はいはい、これは何ですか、この鍵括弧の反対に使うっていう感じは、フですね。これはどう見たらフに見えるんですか。なんかあるじゃないですか。こう何か探してそこに文字が書いてあるとかパズルとかでね見つけたりするときに、でもその見方が、見え方がわからないと全く見つけられないっていうのと同じように、どこが負ですかっていう。でも
どの風？ひらがな？カタカナの風？カタカナの風ですね。いやー、なるほど。これはでも、そっか、変換とかが面倒だから、その場にあるものをなるべく、なんていうんですか、こうやらなくていいように、はい、早く打てるとか、そういう感じの書き方でこれが進化してきたのかな。そうね、まあでも、可愛いっていう、可愛く、可愛いが一番ある、あ、ベースには可愛く伝える、はい、文字も、はい、なるほど、面白いな。あとでも、これ本当に普通にやってたらやっぱりこのくらいの、例えば、はい、今普通に打ったらなかなかの情報量というか文章量、はい、文字数もあるじゃないですか、はい、こういうのがもうこんなのもう30秒ぐらいピューってやれますよとかパパーみたいな感じですよとか、はい、でも興味はすごく湧きます、はい、なんでこうなるのかを知りたいっていう、このあと何を使うのがポイントなのかとか、可愛く見せるっていうのはなんかイメージは分かったんですけど、その時に例えば僕の苗字の坂っていう字も土辺にこう、まあ、半みたいな書くじゃないですか、それをこう一個一個にするっていう、で名前も例えば田中さんっていう方だったらどうやって表記するのかなとか、佐藤さんでもいいですけど、どうやって表記するの、例えば二文字のお名前を一文字はそのまま使うけど、分解できそうなのはこう、はいはい、なんか辺と作りと分けるとか、すごいなんかこれなんていうのこうあれみたいだよね、なんかスパイを養成してるみたいな暗号で、そうですね、もしかしたら今後、ね、こういう原稿が来ても、うん、でもさ、これがこういうようなのが世の中にバーって出回ったら、はい、これ読めない人がいっぱい出てきて、はい、なかなか新しい刺激になりますよね。新しい刺激で、なんだこれっていう。でも変わらない文字もやっぱりあるっていうか、そのまま使いたいって思う文字もあったりするのかなって思うから、な、可愛くない文字は変化されない、変化されないっていうか何にもならないのかな。ちょっとなんか、そんな感じがいたしました。はい、今こうこのギャル語っていうふうに言ったんですけど、こういう風な文字のこうを実際使ってるのは、例えばなんか10代とかもっと若い子供たちからね、どのくらいまでの人たちがこれをネイティブにすごい使いこなしてるのか結構知りたいなと思いました。ぜひもしこのチャンネルをご覧になった方で、こうよって教えてあげるわっていう方がいたら、ぜひお願いします。